さっさきです。今全国民が注目しているレバーレスコントローラーですね。まだ手にしてない坊やたちはね、ああ、欲しいけど、どんレバーレス買ったらいいんや。俺のレバーは、ずっと元気なままだ。っていう思いを抱えて生きてると思う。今回はね、そんな思いに応えて、レバーレスコントローラーにおいて何を選べばいいのか。 っていう疑問に対して結論を押し付けていきます。もう前振りめんどくさいんで行くんですけどね、結論はこいつです。こいつを使いやすく改造するってのが最適かやね、コスパはマジで最強。まあ、サードで言うチュンリあ、改造の仕方ってのは後で言います。正直改造しなかったらポンコツ。ただ改造するとね、一流のコントローラー。ま、あ概要欄にリンク貼っておきますわ。でね、このコントローラーの名前がないよね。トゥルーブーストとかいう。なん,かなんか中国の業者が作ってるんやけども、怪しすぎワロた。なんかね、いろんなレバレスコントローラー 作ってるみたいで完全に訴えられそうな見た目のもあるけどねこれ相当攻めとるやろリバーサー中断話しとるやろというわけで案件でも何でもないでもいいものはいいけんねとにかくねこれからレバーレスコントローラーを試したい人はマジでこれ一択やけんまあ、レビューとね改造の仕方ってのをね今回紹介させていただきますそれでは行ってみましょうはいまあそんな業者のコントローラーのレビューにはなってくるんやけど特徴からいきますまず特筆すべきは見てくださいこれコードとコントローラー本体が別なんですよねトゥルン分断 できるんですよこれはねめちゃくちゃどうでもいいね今おおって思った人詐欺とかには本当を気をつけてくださいどうでもいいことを重要そうに言うやつだいたい薄っぺらいからねいや誰が薄っぺらい人間やまあ、注意喚起として紹介しました最近のコントローラーなんかはコードとかも本体に収納できたりで別に邪魔じゃないんでね次にねやっぱこれかあのね薄くて軽い 厚さがね、約2センチで重さが1.2キロでございます。コントローラー界では相当コンパクトやね。男って8割方小さい子が好きやけどね、ぐっとくる人が多いんじゃないかと思う。まあ、極端に小さくもないから、膝置きでも安定すると持ち運びは相当楽やね。んで、改造した後の話やけど、音が小さい。これはマジで静かやね。まあ、後で比較はするんやけど、共同住宅に住んでる人で、開けコンの音が原因で格ゲーをね、続けられなくなった人とか、パッとに移行せざるを得なかった人って結構おるよね。はぁ、あ、どうしちまったんだよ。 俺に提案がある。レバーレスコントローラーを、俺と一緒に打たないか。逆にボタンをね、カチャカチャ言わせたいドエスな人にはちょっと物足りんかもね。そしてこれ見た目がいい。もう男の子ってのはね、スケルトンが好きなんですよ。かつてゲームボーイからのスケルトンが発売された時成人してない我々は涙しました。メカって。 かっこいい。ものを欲しがる理由なんてそれだけでいい。まあシンプルでね、すごく好きです。逆に、あの、攻めてるやつね。これはもうマジ人前に出せない。っていうのが、まあ分かりやすい特徴やね。で、ここから本当にレバーレスで大事な要素になるんやけども、アクチュエーションポイントとストロークっていうボタンの性能を決めるステータスがあるのよ。それが何かっていうのをめっちゃ簡単に言うと、アクチュエーションポイントってのが、ボタンをどれだけ深く押せば、あ反応するかっていうポイントで、要はボタンの敏感さを決める要素やね。僕ら格ゲーマーはすぐ反応してくれた方がしい。 からこのアクチュエーションンポイントは短いい方がいいでストロークってのがどれだけボタンを押し込めるかってのでボタンを押して動く幅のことやんねこれはアクチュエーションポイントのギリギリつまり深く押し込めない方が優秀これわかるかな改造してないとこれだけちゃんと押し込めるんだけど改造してるとこんだけわかるこれ明らかにちょっと出てるやろ完全に押し込めるのと 押し込めない。これ、ストロークがこっちの方が短いってことね。ボタンを押した後、指を離してから認識しなくなるまでの時間を少しでも短くしたいんよね。なぜかというと、右側のボタンは大した影響ないんやけど、左側のこの上下左右のボタンは超繊細で、入力を認識しなくなるまでの時間が少しでもずれてしまうとミスが頻発しちゃうのよ。例えば、波動拳コマンドでこう236入力したつもりでも2が離れるのが遅いと23入力になっちゃって、ここにアッパー振るとか、歩きガードしたつもりでも6入力が入ってしまって、一瞬 L になってるとかね。まあ こっち側のストロークはマジで大事っていうボタンのステータスがあるんやけどそこもね改造でクリアできておりますというかかなり高性能やねちなみに最適解の改造を見つけるのめちゃくちゃ苦労しました誰かねぎらえよバチ当たんないぞまあ、100点満点で言うと改造する前が多分マジで5点くらいしかないんだけど改造することで個人差を入れても80から95点くらいまで出せてるかなと思いますで気になるお値段ですねなんと改造費込みで17000円ですこれは破格やねもうね初めての のレバーです。ならマジ一択マジ一択マジ一択弱点がないんよね。ラバーソールトレモで使うボタンも押しやすいしまあ、改造しないとポンコツっていうと,こと、こストボタンの間隔が狭いのが嫌な人は微妙かってくらいまあ、でも僕みたいに手が小さい人はこの感覚が狭いの超嬉しい。このね。小指がね。使えるようになるけんね。ここ一応僕が買ったやつはプレステとの互換性がないんやけど、これももう1万円出せば基板の対応してるやつ。買えるんでどっちも使いたいって。人は2万7000円になるってくらい。ちなみにこの値段でも安いけんね。もうこれだけで。 何も画面見ずに目つむって買っていいあのもうサードのハッケハッケさらにいかにこのレバーレスのコスパは素晴らしいかをね皆さん理解してもらうために深掘って他社の代表的なレバーレスコントローラーと比較するとねこれねまあい回もうこれは格ゲーマーの味方や怒られるかもしれんけどまずねヒットボックスはない <laughs> はいこれでまたどんなに頑張ってもスポンサードされることはなくなりましたねあのねまずヒットボックスって高いんよね今36,000円ねさらに大きくて重いまあガッシリしてると言えばいい点でもあるそして、ね 値段の分、性能が優れてるかといえば別にそういうことはなくて、これもこだわるなら結局ボタンの乾燥とか必須やけどまあ、改造費用とか全部込みで考えると多分ね、計4万5千円くらいにはなるんじゃないかと思う。ブランド力を買うってならばあ、りなんか、ありか、ありか。これはね、ヒットボックスが悪いってわけじゃなくて、他のレバーレスが優秀って感じなんよね。いち早くレバーレスというデバイスに着目した点はガチで素晴らしすぎるんやけど、正直コスパ的には他社に劣るかなという判断でございます。もうヒットボックスさんには申し訳ないけどね、適正価格は マイナス1万円あたりかなと思う次にスナックボックスかなこれはねありありあの軽量と薄さは価値あるやろただ国内流通量が少なくて今超希少なんよねかつ今円安なんでねもうめりちゃん俺や 代わりになんとか手に入ったとしても素で買うとね、多分3万強ぐらい。あとボタンスイッチが薄いやつで、これもこだわるなら改造必須やけんね。まあ、改造費を含めて3万5千円くらいになりそうやね。まあ、評判がいいんで僕は気になってます。で、有名どころはこのあたりで、あと選択肢としてあるのはオーダーメイン。 ま、ぶっちゃけね、身内やけん進めにくいんやけど、もうこだわるなら、アフガンコントローラーかなと。個人でオーダーメイドのコントローラー作ってるやつなんやけど、彼自身元ゲーセン店員でレバーとかいじくり回してるのと、ま、あスト5では全国クラスのプレイヤーやけんね、信頼度はぶち抜けて高いね。いや、なんか尺なんよなこういうと。ま、ボタンの位置やら数やらコントローラーの大きさやら色とかレバーつけたりとか、いろんなカスタマイズできるんで、最終はアフガンコンでいいと思う。プロもアフガンコン使用してる人結構おるね。で、弱点はもう予想し しかできないいと思うううんんやけど高いもうほんとこれだけうーん4万5千円からって感じかね。こだわると5万円は余裕で超えてくると思う。まあ、石油王とか格ゲー星人はみんな不安込んでいいね。一応まあ、リンク貼っておきます。身内びいきと思われたらあれなんで、別に見なくていいです。 はい。ここから大事なとこね。こいつの改造の最適化。まずね、なぜ改造が必要かってね、冒頭で言った通り、素だとポンコツなんよ。うん、可愛い,いやつめ、ね。どういうことかというと、例えばね、ボタンが外れやすい。ボタンって普通ね、キャップの部分と、周りを保護して安定させてる枠の部分に、まあ、ボタンスイッチがついてるんやけど、こいつはコンパクトさゆえに、もう枠の部分がないのよ、これ。ボタンスイッチとキャップのみ。だから、俺は全く問題ないんだけど、この弾き入力をする人はね、はい。 外れてしまいます。うん、これは問題外やね <laughs>。さっき言ったキャップとスイッチってのが、スイッチとキャップね。こういうことね。普通のアーケコンのボタンは、このね、周りに枠があるのよね。で、ボタンスイッチがチェリー MX の黒軸っていう、まあ、これに関しては、わからない人はググって。黒軸はね、格ゲーとしてのボタンのステータスが低い。アクチュエーションポイントとストロークが長い。かつ、ボタンを押し込むのに、 こ,う力いるこれ、レバーレス使い始めた人には分かると思う。検証円不可避。そして、音がそこそこする。ちょっとマイク向けてみようか。まあこんな感じだね。3話ボタンとかのパチパチって音よりは全然小さいとは思うんやけどね。出来の悪いカスタネットみたいな音がするやろ。 割と心地いいんやけどね。もうちょっと静かな方がいいかなと思います。というわけで、こいつの問題点としては、ボタンが外れる、スイッチが黒軸で性能が低い、音がそこそこなるという3点でございます。これを解決していきましょういちなみに今回の改造分かる人に分かればいいんやけど、チェリー MX のスイッチなら可能なんで、改造を考えている人はぜひやってみ。じゃあ行きますか。この日のためにね、ここの2つを未改造にしてるんですよ、私。まずね、この銀軸スイッチを手に入れましょう。これはもうね、超必須やね、概要欄にリンク貼っておきます。ここ こ,この部分が銀なんで銀軸とこっちのはここの部分が黒なんで黒軸とでアクチュエーションポイントを短くする手段が素人だとこの銀軸スイッチに切り替えるくらいしかないよねまあ厳密に言えばあるとは思うんやけどちなみにこのスイッチがね割と個体差あって結構ストレスやった精密機械というか 0.1mm とかの世界やけんある程度で仕方ないんやけど性能の悪い銀軸とかもあって軽く運ゲーまあこの中にねいい銀軸とか悪い銀軸があるわけよまあ今回のはねどんな銀軸にも対応の改造やけん安心してでアクチュエーションポイントはこれでケ、OK、ーですと次にストー を短くします銀軸に変えただけでも短くはなってんだけど全然足りないんでまだ攻めます俺たちガン攻め大好きえっとねオーリングっていうこの超小さい輪っかを使いますこれも概要欄に貼っておきますまあ、これ実際説明するよりやってみた方が早いんで行きますねでやり方まず銀軸スイッチを分解しますこれなんかね専用の外すやつがあるんやけどまぁ、あ、よくコントローラーいじる人は買った方がいいと思うまあ俺はねこれでやっちゃうよねまあ、爪があるけんこうカチッと外すみたいな、まあ、この爪の部分をカチッ と行くみたいな。 うん、これで分解できました。力技です。で、注意してほしいのが、このね、分解した後、また組み立てる時にね、これ、向きがあるけん、絶対注意してね。このなんか、金ぴかに光っとる部分が折れたりするとね、アクチュエーションポイントずれるけん。マジ注意で、このリングをどう使うかというと、このね、銀の軸にね、こいつにリングをぶち込むと。まあ、これちょっと分かりにくいかもしれんけど、分解してみたら分かると思う。で、このリングもね、いろいろあってね、このね、ワッシャーとかね、ステンレスのワッシャーとかね、このね、1.5mm のちょっと大きいやろ。このちょっと大きいリングとかもやってみたんやけどね、もう手っ取り 早く何をしたとかはどうでもいいけど最適解を言うと概要欄に貼ってあるこの1ミリのウォーリング3つをかませてください3つねこれが最適、まあ、銀軸って個体差があるけんアクチュエーションポイントが優秀なやつは1ミリ2つとこのね1.5ミリを1つとかできるんやけど大抵うまくいかんマジでストレス僕の場合はこのジャンプボタンだけストロークが短いですファジージャンプ用ですねこれ見つけるのしんどいけんマジでおすすめせんよまあとりあえず3つかませますかえっ、ー、とねこの銀錘のこのね棒の部分で、ね、ここにねまあスプリングがこうねはまってるわけなんやけどここ リングをかましましすこうね。2個。はい。3個。これね。で、こうリングをぶっ込んだことで、こう、まあ、バネがこうなってね。あの、ある程度もうすでに収縮してる状態になるのよ。わかるまあ、ボタンを押したときこういう運動になるわけよね。こういう。これ、ストローク短くなってるのわかるこの、オーリング3つの分だけ。わかるね。これ。 で、これ以上リング攻めちゃうとアクチュエーションポイントを超えてくるので反応しなくなります。ので1ミリを3つ、これが最適解です。これでストロークを短くするのは OK です。ギリギリまで攻めました。で、スイッチってね、軸とね、このスプリングの部分もあって、このバネがボタンの反発力を決めてるんよね。こうボタンを押した時内部ではこういうことが起きてるわけよ。こうね。 うん、このバネの強さがボタンのこの反発力を決めてると。で、リングをこう噛ませたことによってバネが常に収縮してる状態にあるわけよね。つまりこのままだと反発が強いんよ。反発が半端なく強い。 検証不可避ってか、銀軸のバネどっか行ったんやけど。というわけで、このリングをかましたら次、スプリングを変更します。これも概要欄にうんたらかんたらなんやけどね。なんか、ここやたらね、在庫がないやつが多いよね。まあ、この動画を見て何人が影響されるかわからんけど、品切れになってた場合すまんとしか言えん。で、このスプリングもまあ、いろいろ試したけど、20S が個人的に最適解。この20って書いてるやろ、これ。ここはちょっと好みあるかも。僕は左側のボタンは 20S で、右側のボタンは 25S にしております。非常に押しやすい。左側のボタンの方が軽い。でまあスプ スプリングに関してはですね、もう普通につけるだけ。さっきどっか飛んでいったスプリングがここにはまってたよね。ここにスプリングをぶっ込むと。まあ、これを土台として、で、えっ、ー、と、この上側の方にこの銀軸のね、軸をぶっ込むと。そしてこの二つをこう合体させると、あら不思議、ウ、yeah! ィま、これわかりやすく比較すると、これがね、普通のね、新品の銀軸なんやけど、これは押すと、こうね、ここまで凹むわけよね。 今改造したやつは、はい、ここまでしか凹みません。これボタン3つじゃない、あの、オーリング3つが影響してるわけよね。そして、こっちの方が、あの、押す力は必要です。こっちの方が軽いです。軽い力で押せます。っていう感じ。もう改造はこれだけなんよ。簡単やろこれでね、ストロークが短くなって、ボタンの反発が軽くなったんよね。結果ですね。まあ、ボタンちょっと取り付けますけど、まあ、こうね。 ガン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 弾き入力してもね、もうボタンが外れることもない。多分ね、外せないと思うわ。ていうか、そして音が超小さい。わかるかなこれちょっと比較するから、またマイク向けます。改造後ね。改造前。かなり違うっしょまあ、実際のその音は、こんなもん まあ、ちなみにキーボードの音がこんな感じっていうね悪かった3点すべて解決神これだけで超十分なんやけど神を超えたい時ってあるやん人間その場合はねこれででででん潤滑油まあこれも概要欄にいかれ中身はねこうねまあ、こんな感じ これマジで全然必須じゃない。1万7千円の費用にも入れてない。こいつをね、スイッチにぶち込むと押し心地がぬるっとな。これも銀軸の個体差があるんやけど、ボタンによってはね、なんかね、カシャカシャしてる感じがあるやつがあるのよ。語彙力は気にすんな。まあ、世界を掌握した人はこれもどうぞ。で、実際にやり方なんやけど、ま、あこれね、ちょっと良い子は真似せんでほしいんやけど、まあ、ボタンをね、こうね、外すじゃないですか。こうね。 良い子は真似しないでね。で、また分解しますと。まあ、これ改造するとき一緒に雇ったらね、便利やけんね。で、このスイッチにこう油を塗っていくんやけど、僕はね、この綿棒を使ってます。まあ、なんか筆とかが一番いいっぽいんやけど、ちっちゃい筆ね。ないけんね。まあ、綿棒でいってます。えー、開けるじゃないですか。で、こうね、すくい取ると、こうやってね。ああ、わかる。ああ、ぶれるな。ああ、ぶれない。で、手順としては、このね、土台の方よね。土台の方の、この、中に、まあ、おもろに塗りたくると、こう、これ塗りたくってます。 この銀軸が触れるところ、こことかね、こことかね。で、バネの両側、こっちの部分にシャーと、えー、こっちの部分にもシャーと。これさっきの 20S のバネね。えー、これで土台側 OK なので、バネをはめておくと、これ今ね、めっちゃ雑に塗ってるけんね、みんなはもっと丁寧にやってね。で、この銀軸の方なんやけど、銀軸はもうまんべんなく塗っていいね。この、周り、周り、周り。 周りまあ、このリング入れたところとこの十字になってるところは塗っても意味ないけん塗らんでね。うん、これだけ。これしておくとね、マジでヌルヌルや。で、さっきと同じように向きに気をつけながら、もう組み立てるだけ。これするとね、あ、もう、うん、ちょっと違う。まあ、これはね、さすがにね、ちょっとね、伝えれんわ。まあ、でもマジでこれね、ちょっとね、気持ちの問題やけんさ。全然いらんから、マジでこうね、世界手に入れたい人だけ。というわけでね、これをセットして、 で、完了です。今の作業を全ボタンやってあげると。なんやけど、銀軸ってね、10個単位でしか売ってないのよ。これボタンの数ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12, 12、12個あるわけよね。まあ、こだわりたい人は10個入りを2つ買ってね、ここの辺も変えると。で、バネはね、なんかね、100個入ってんのかな ?100 個やね。なので、絶対数はたります。で、このリングなんやけど、概要欄に貼ってるやつはね、20個しか入ってないよね。で、一つに3つかますから、えー、っと、 12個だからあ、36個いるわけよ。つまり、これも2つ買わなきゃいけない。ちなみに、これめっちゃ小さいけん一気にバッて出したらマジでなくすけんね。僕ね、実はこれね、3個買ってますっペロ。って感じはね、まあ、暇な人はね、ここもね、一応黒軸全部使われてるんで、まあ、変えてもいいかもね。ただね、ここの辺のボタンね、重いとね、こう、レバーレスで、 こう、力つけたい時にね、練習できるのよ、これ。だからね、僕はね、ここはね、重いまま、クロジックのまま置いとくのが一番いいんじゃないかなと思っております。ちなみに、ここはね、連打ボタンだからね、封印してもいいと思う。ま、見た目がダサくなるんで、僕はこのままにしてますけどね。というわけで、これで全過程が終了です。イエスはい、というわけで、コントローラーと改造でした。正直ね、全然期待してなかったし、ツイッターとかにも情報なかったかな、人柱行くかーくらいのノリやったんやけどね。むっちゃ良かったね、今、すんごく気に入ってます。ちなみに、比較するために、オブディシアンの改造レバーですが置いてあるゲームし プリーーーズさんんに2日連続でで今回のコントローラー持ち込んで検証ししていましたはぁ、あ、できる男なんでね。で、比較して使ってみた結果、マジで一級レバーレスにも立ち打ちできる。しかも、あとは好みの問題じゃねって思ったもん。比較して。だから、どうしても主観にはなってはしまうんやけども、まぁ、あ、手軽にね、レバーレスコントローラー使ってみたい人はマジで一択。まぁ、僕もね、もうレバーレスコントローラーしか使ってないですけど、本当はね、パチパチ音のするボタンとガチャガチャレバーが好きなんやけどね。うん、時代の変化かなと思います。あと、レバーレス一 こう考えてる人レバーおじにはマジでおすすめしないんでマジで一度冷静になって僕の以前に出したレバーです動画を見てから行動してみてほしいマジでレバーでいいよ格ゲー始めたての人はね今回のコントローラーで幸せになればいいと思う以上です対戦ありがとうございました以上だね